どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの心火をつけちゃうぞ。やってきました。お久しぶりです。お久しぶりです。はい、今日ですね、ちょっとね、 YouTube 仲間の、友達の政権、政権にちょっと来ていただきました。今日ね、ちょっとなんで、こういう動画を撮る、政権にこう来てもらったかと言いますと、まあ、以前ね、私こういうツイートをしました。何かこういう企画ないですかとか、ね、いろいろね、視聴者さんに向けて企画を募集したわけですけれども、その時にね、特に多かったジョニーさん以外で辛さレベル、ちょっと普通の人の反応も比較しながら見てみたいとね、私ありがたいにこう見ました。もう全部チェックさせていただきました。さすが。召喚させていただきました。はい、よろしくと。よろしくお願いします。ちなみに、はい、政権は辛さレベルどれぐらいの耐性があるんですかね。例えば一応今販売してる、はい、あのペヤングあるじゃないですか。ペヤング、はい、の激辛はなんとかコンビニで完食できるレベル。おー、ごく激辛。ごく激辛。なるほど、いけました。あれは今日はどこに来たかと申しますと、秋葉原に来たんですけれども、秋葉原にありますスパイスラーメン万力さん、秋葉原店さんに挑戦させていただくことになります。はい、今日ね、あのデンジャーっていうね、デンジャー、名前がメニュー名の辛さレベルがデンジャーっていうなるほど、ちょっとパンチの効いたメニューなんですけども、はい、頑張って、はいはい、同じもの食べる。同じものですか。あ、分かんない。え、大丈夫。 いや、いきなりね、辛いの食べるのね、お腹がびっくりしちゃうから、痛くなっちゃうから、あのこういうね、ちょっと乳製品ありがとうございます。プロテイン、ね、こう筋肉すごいから、はい、これのちょっと事前に飲んでお腹をケアしてください。お願いします。じゃあちょっとごくりと。はい、いただきます。全部ですか、一気に。一気飲み。そんな、そんなもう見せ場つけてもう欲張りなんだから。事前準備が済んだところで先に中入っていきましょう。レッツゴー。プー。万力でしか味わえないオリジナルスパイスラーメン、冬はポカポカと温まり、夏はスパイスで爽快。いつ食べても美味しく食べられると大人気。食べログトップ5000にも選ばれるほど味とサービスに定評のあるお店だ。万力のラーメンは店主自ら厳選した14種類のスパイスを配合しており、鶏、豚、魚を合わせた特製スープを調合して作ります。そして今回挑戦するデンジャーに関してはこちら、過去に世界一辛い唐辛子としてギネス登録されたキャロライナリーパーを使用。辛みが強いので特に注意が必要だ。これをグツグツ煮る。辛み成分が蒸気に乗って厨房が蒸せ返ります。続いて油を引いたフライパンにもやしを投入、さらにニンニクを入れ風味を出し、旨味が倍増します。先ほどの激辛スープを丼へ。麺を茹で、その上に炒めたもやし、そしてこちら万力特製のトロトロチャーシューをトッピング。よだれが出てきました。最後にダメ押しの粉末唐辛子、そしてパクチーを添えて完成。万力激辛メニューデンジャーのお目見えだ。さあ、お手並み拝見。はい、というわけで来たんですけども、こちらデンジャーです。あの聞いた話によると、はい、過去にギネス登録されたキャロライナリーパーが入ってますので、ちょっと気をつけてください。はい、なるほど。じゃあね、はい、ちょっと冷めないうちに食べましょう。了解します。はい、じゃあ行きましょう。いただきます。スープからいいですか。じゃあまず、はい、いやー、なるほど、パクチーがあっていいですね。じゃあちょっと一口目。なるほど、ごく激辛です。はい、やばい。いやー、これね、キャロライナリーパー使ってますからね。いただきます。お願いします。どうですか。あすすると僕の場合、喉がやられます。僕、すすれないです、これ。体勢ができてない。チャーシュー、いただきます。いけそう？早っ。早いジョニーさん、汗もやば。すすってもなんか咳出ないですか。喉がすごい刺激されちゃって。激辛ジョニーですか。お仕事です。なるほど。あ、でもこれ辛いね、結構。ジョニーさんでも辛いですね、やっぱり。僕はやばいです。
匂いがすごい匂いする。おいしい。口の中が痛いね。スープこれこうカレー風味ですからね。こうなんか後半とか、あ、ライスあるね。これご飯とか足してもいいかもしれないですね。ちなみにこのなんか完食者、スープまで完食された方は10名いないぐらいって言ったんで、レベル高いですよ。麺だけは行きたいです。いや辛い、これは辛い。ちょっとペヤングとは気にならないです。これ辛い、痛い。いや申し訳ないです、完全にここで止まってます。全く箸が進めません。チャーシューね、口の中入れたらね、甘がみでなくなっちゃう。トロトロ、うん、笑えるぐらい辛いです。痛いです。私残すはスープのみ。辛いという字をね、これ辛いとも読みますから。辛いです。まさに今その状況。本当に私そうです。しかしそのね、辛いという字にね、これ横棒一本加えるところ幸せという字になる。限界の辛さの向こう側に幸せが待ってる。頑張ります。まさにデンジャーな辛さです。やばいです、死にそうです。命がけ。わかるだろう。わかります。やばさが。わかります、本当にわかります。動画とかでいつも見てましたけど、実際にこの立場やばいです。涼しい顔して食えるわけないだろうこんなの。見せてくれ激辛ジョニーを。マルキマルキ、怖い、見てるのが怖いです。見てるのがこれ怖いです。もう僕は死にそうです。やばいですよこれ、本当にやばいです、本当にやばいです。すごい、これぞ激辛ジョニー。さすがです、ジョニーさん。さすがです。さすが以外の何も。いや、さすがです、マジで。もう動画とかで見てるレベルじゃないですけど。うわー、これが効くね。足つぼされてるんだ。素晴らしい。ほら。いや、本当にお疲れ様です。辛いよ。口の痛みはまあまあ大丈夫なんですけど、これ食べてからの、はい、僕別に強靭な胃袋しないんでね。弱いんですか胃袋。食べ終わった後やっぱ来ますよ、やっぱちょっとは。ちょっと僕も頑張ります。私もですね、ちょっとまだこれだけ麺残してるので、ちょっとジョニーさん見習って無理ない程度にちょっと麺だけ頑張りたいと思います。私も。あかんやん、もうダメじゃん、ノックアウトでしょ。もう頑張って。はい、頑張ります。せっかく来たので。はい、というわけで、食べようとなんですけども、世間は麺完食、麺具材完食で、これどうだった。やばくない結構。マジでやばいです、もう今も痛い。この結構来てます、胃袋が、はい、なんで結構牛乳とか胃袋、牛乳とかでケアした方がいいかなと思いますけれども、はい、はい、というわけで辛さレベルの発表していきましょう。万力秋葉原店さんの
デンジャー関西ラベル、ジャナナナジャン関西ラベル8でーす。これ8ですか。8です。いやもう10ですよね、ジョニーさんの限界はマックスが。考えられないです、本当に考えられないです。でもトップクラス、これ結構辛かった。いやもう体が拒否反応起こしちゃって絶対無理です。というわけでね、今回こんな感じで、やってきましたけれども、一応ねこの前半戦、まあ、前半というか、政権のチャンネルでですね、まあ、UberEats のちょっと、はい、あの対決動画、ありますんで、概要欄に貼り付けてますので、ぜひぜひチェックよろしくお願いします。ということで、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。